はい、おちゃんぽこです。調子は赤いちょ会長です。今日もねちょっと T ボンステーキを買ってきました。これで約1キロですね。2枚入ってますけど 2.2 パウンド、1つがまあ 1.2 パウンドぐらいで、値段がですね20ドルぐらい、スペシャルでですね20ドル、まあ100円換算すると1枚1000円というやつですね。こういう感じの T ボンステーキですね。今日はこれをこうちょっと食べようっていうことで、まあ1枚はねしかランチではこう食べきれないかなっていうことですね。あとはまあ今日か明日にでも、まあシンプルのね塩コショウですね。油はね最近全然引いてないですね。油は引かないでこの豚じゃない牛の油だけでですねこう食べようっていうやつですね。あとはブラックペッパー、いつものようにブラックペッパーですね。まあ、あとは火をだいたい中火ぐらいにしてピュッピュッピュッとかってきてあとは私の18番ですね。ね、ちょっと恋の街っていうやつですね。うん、スーパースーパーですね。あ、じゃあちょっとね、こう食いしん坊なんで早めに食べたいなっていう時にはこれですね。で味もねちょっと良くなりますよね、こういう感じでね。映りますかね。味もね、ちょっと良くなるような気がしますね、こんな感じで。早めに食べたいみたいなね。早めに食べたいあとは、そうですね。ちょっとね、こう直火で上からこういう形で焼いてあげると、ちょっと味が変わりますね。ちょっとだけよみたいなやつなんですけどね。最初は強火でもいいかな。ガスがないかな、下に。まあ厚みが2センチぐらいのやつですかね、これね。多分ちょっと時間かかりますね。まあ今ね、よいしょよいしょ、ここはツアーマリンビーチっていうところに来てました。あ、違うか。海に来てますね。サーフィンで有名なところですね。怒っちゃったな、これ。おいおい。ちょっと待って、ちょっと待って。すいませんね。映ってますかね。まあこういう遊びもいいですよね。直火でこう焼いていって、下からもね、上と下からでダブルファイヤーとかっていうやつですかね。
結構時間かかりますね。すぐ食べたいとかって言ったのが下の方で中間ぐらい、あ、なんかいい感じになってきましたね。繰り返してみましょう。あれ、よいしょ。折れちゃいました。秋雨ようだな。反対にそうかな。ちょっとくっついちゃった。秋雨ようだな。ああ、いい上ようだね。あ、反対はこんな感じですかね、うん、あ、やっぱガソがなくなっちゃいましたね。あちちちち。新しいボンベを取り付けます。いらないのは保管します。一体燃やしましょうか。ね、映ってますね。まあ、こんなもんでいいですかね。よいしょ。まあそろそろ良さそうですね。これを足が折れてたらちょっと食べづらいな。ちょっと待ってくださいね。あとはミニトマトね。オラザーチも出せかして、あとはブドウとご飯と、これは昨日の残りのご飯ですね。はい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 、あれ落ちてくれ。ああ、溶けてる溶けてる。飽きさんよ、だな。出てきた。よいしょ。これもういらないか。ああ、ハラピニョン忘れたな。いいかも。セロリーと。セロリー、セロリちゃんね。ミニトマト、まあいいか、これは後で。出来上がりがこんな感じですね。美味しそうですね。
いただきます。あっちサビだ。美味しいです。またやさーい。またベジタブル。ピッ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 。